コールめっちゃ聞こえた。今日が一番大きかったよみんな。レオンくんもありがとう。遠くから自己紹介。海といえば瀬戸内、森といえばカハタル。はい、あなたのハートバッタル元気もりもりカハタルこと森久保です。母ちゃん可愛かった、ありがとう。声枯れた。え、めっちゃ今日ね声援大きかったね、嬉しかったよ。一応これ、あーさっきのちゃんか、ありがとう、嬉しい。うちは見えたよみんな、めっちゃ。ちょっと自分のご褒美にこれを買いました。自分のご褒美、2日間過保よく頑張った、お疲れ様っていうケーキですいただきます。なんかちょっとカホさ、超楽しかったんだけどさ、もうまたねカホの聞いてくれるこの独り言。カホがね一番得意だったねダンスがね、ダークネスとねラブトリップだったんですよ。でね一番ね練習でねめっちゃね踊れてたのに、なんで本番でできないのかは。ふーんって感じ。さあちゃんどうした、なんで練習でできない本番でできないんだよ。うん、だって練習でできてるのに本番でできてなかったら意味ないじゃん。ダンスクネスを決めれなかったのが頑張ってるんだよ。でも本番でできないの、練習では絶対できんのに本番でできない。きっと練習ではできるの全部完璧に、本番でできない本番でできないなんでなんで本番でできない。やって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 やりまくったのに本番でできない本番でできない、なんでかな。チョコケーキ食べてなんかコールしまくった。次に行かそうじゃないの、練習では完璧にできるの全部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 完璧にできるのに本番でできない。できんじゃうのかな。あーそうかもしれない、緊張とかじゃない。
辺が分からない。岡穂も分かんない。これでもかってぐらい見直して完璧だったの完璧だったんだよ。これでもかってぐらいやったんだよ。やりまくったんだよ。完璧だったんだよ。だが本番でできないんだよ。本番で確かに本番で 100% の力出すの誰。確かにな。なんでこんばんは。なんで本番でできないの。ゆきふくさん、すごいよかった。練習でやりきってるわ練習でやりきってんだ。悔しいけど頑張る。本番にいる魔物。なんで本番でできないんだろう。もうえ、タワー誰。ありがとう。あ、ブーちゃんだ。タワーありがとう。ああ、完璧にしなきゃってプレッシャーになって。ああそうなのかな。何ができる。練習で完璧にできるのに本番でいつもできないフ100回中100回練習でやってできんのに本番でできない本番でできない。なんで。なんでなんだろう。本番と思って力みすぎてるとか。ああ。うん、ありがとうぶーちゃんだわ。一番できてたのに。次頑張ろうよ。次練習はできんのにな。練習は全部できてたのにな。なんで本番でできない。誰だわ。あ、ガチャありがとう。タワーありがとう。今日母ちゃん嬉しい。まひ流れちゃった。ありがとう。
わかるよ、結局されるしかないって。うん、なぜなんだろう。オーディションの時以来のコメント、小太郎さんありがとうございます。楽しんで舞台に立っている姿、いや楽しかったですよ、それはそれは。だけどダークネス今回はね、一番頑張って練習も全部できてた、本番でできない。なんでなんでやねん悔しさが次につながる、なんで。ありがとう、アク先生。もっと自分を信じて。なんでだろう。力入りすぎてるのかな。そう、あのね、ドントルックバックの時に思いっきり蹴りすぎて靴飛ばしちゃったんだよね。バーンって言ったら靴がスコーンって言って、よかった誰にも当たらなくてっていう心配と、やっちまった感。まあそれはいいんだけどね、いやよくはないけど、まあ仕方ないし、それは見た人思いっきりバーンバーンって言ったらさ、ポーめっちゃ飛んだあ、大体よかったマジ、メンバーに当たらないで。必死さはもういいんだよ、必死さは伝わらん、必死さはいいんですよ、必死さを伝えたくはない必死さじゃない、カフは今回練習頑張ったから完璧に踊れる姿を見せたかったの今回は、だけどもできない。なんで、また練習でかかります。やってみてダメだと分かった、あ、あ、あ、初めて声を見たけどかっこよかったわ、ありがとうエキベイス。そう、ポコツが発動しちゃった。タコ10、サーチャーありがとう。え、サーチャーどこにいるのたくさん練習してくる。もう頑張ったのに本番でできないよ。軌道上ルーム、ここで結構あげる
本番でできないのは頑張って、いや頑張ってないことはないけど、本番でできてないのはできてないことと一緒だからね。本番でできてないから頑張ってないってことはないですけど、そう思われても仕方がないから、本番でできなきゃ意味がないんだよね、練習でできててもって思う。回数はもうやったんだよ。もっともっと練習したんだよ。やりたんだよ。練習。そう、あとは気持ちと空気に飲まれてるからでは。そうなんです、多分。頑張れ、それしか言えない。そうなんです、頑張るしかない。頑張るしかないから頑張りますってかか思ったんですよ。見られてるっていう、なんかこう、なんか見られてる見られてる見られてるって思っちゃうから、この思っちゃうから、やらなきゃできない。そう、多分そ、もうそこの問題なんだよ。もうダンス多分踊れたんだよ絶対、あんだけ練習したから完璧に踊れたんだよ。でもね、あとは気持ちの問題。こうやって見られてるって思っちゃうからできないわけで、だったら、だったらですよ、だったら ショールームでダンス配信するっていうのはどうだい？鼻水出てきた。なんで？そう、みんな見てるよ。多分ショールーム配信中。いいかも。まあその代わり、まあ何？その代わりっていうか、普通につけっぱ配信、もうガチのガチの練習やってるところだけを、ガチのガチの練習っていう。もうまあもうみんな顔のこの何コメントとかちょっと読まないかもしれないけど、もうガチの、配信つけてみんなはいないと思ってやったらいいのか。それだと意味ないよね。でもどっかであるんだよな、みんなが見てる、みんなが見てるっていうのが絶対に。
ケッシュ、大してあれ、鼻水出てないですか。拍手です。だってさ、練習でできてんのに、またショールームつけたらできないんだよこれ。頑張る、絶対。練習でできてるから、できてるとこみんなに見てもらいたいし、あと何、本当に力をつけなきゃいけない。プレッシャーに弱いんだよ。度胸がないことはないけど、プレッシャーがに弱いんだなって思います。度胸はあると思うわ。ただプレッシャーがないんです。プレッシャーに弱いし、甘そう。とりあえずよく頑張ったっていう自分の、とりあえず食べます。めっちゃいい表情だ。今日どうでした？でも楽しかったですか皆さん。顔もよく頑張ったと思う。頑張ったの、頑張ったよ。よかった、楽しんでもらえて。見れなくてごめんなさい。うん、ありがとう。めっちゃいい表情してた。これ何食べてんの？チョコケーキ、ローソンさんのやつですよ。足の絆創膏まで見られてたか。これやけどしたとやつだよこの前。カホテルコール結構ね多くて嬉しかったです。え、またタワー当たった。え、誰ですか。あ、つねたるだ、ありがとう。母ちゃんの頑張りです。ありがとうございます。頑張りました。いただきます。よくやりきりました。でもローソンさんのやつですよ。いただきます。明日練習しよう。また明日休みだけど。もうこれあと1週間か。でもいや、香川の時のやつはなんかね、いい、よく追われたんですよ香川の時も。香川の時の公演はめっちゃ練習して、それでも間違えたところもあったから、もうそれはでも結構実力、もう 100% やりきったから満足して終われたけど、まあ、間違えたところもあったけど、まあ、それが自分の実力だったから満足して終われたけど、今回はなんかまだできたのになっていう感じ。
ご褒美欲しい。好きです、ありがとう。なんでだろうな、練習でできてたのにな。確かに表情大事や。ダンス配信しよう。ご褒美の味、美味しいムースになってる。ダンス配信家にするの、いや家ではできないな。どこでやるかなあ。カラオケもわかんない、どこでできるんだろうな。うん、難しいよね。でもやる。カホの練習動画長いと思うよ。めっちゃ多分一日中やってるからね。本当にマジのショールームはつけてるけど、ガチの普通の練習風景って感じになってるかも。クーカちゃんに見せる配信はできないけど、なんかで見られてるっていう、なんかこの意識と、練習も兼ねて。本気ダンスっていうか、見せるダンスじゃないかもしれないけど、こう練習、普通の練習で常に見られてるよっていう。あ、1月6日ありがとう、再販の件届いて、お嬉しいです。メンバーに見てもらって、メンバーの前ではできるもんか。ほメンバーの前ではできるんですよ。ステージの前だとできなくなる。
意味ないじゃん。練習でできても本番できなかった、できてないのと一緒。うんうん、そう、自分にプレッシャー与えてやる。どこがダメだ、ダークネスのタイミングが合わなかったんです。はよはよ、今日いいことがあって、横浜の貸し券が今入ったよ。ありがとう。もくもく、プレッシャーに弱いんだよな。こんばんは、ありがとう、来てくれて。あ、おいしい、これいちごの部分がめっちゃおいしい。あら、ほんまにはできへんやの、練習ではもう 100% 完璧なの、完璧なの、完璧なんですよ。カフがその思ってる、そこの練習ではね。怒ってないよ別に。そうだ、おなか甘いもの食べてリセット、ちょっと甘いもの食べて明日も頑張ります。知らん。もう全部言ったよ、もうありがとう、はい、もうおしまい、明日から頑張ります、聞いてくれてありがとう。これ美味しいけどお腹いっぱいになってきたな。コーヒー欲しい。応援してまして、ありがとう。よかったらツイッターやってないよ。え、やだかほ、このケーキちょっと今日失敗したな。てかめっちゃ今日なんか辛いもの食べたくなってきたな。寒っ。よし、頑張る。
ヤッホーチャールズ、甘すぎなのってどういうこと。お菓子のタラタラ知ってるよ、めっちゃ好き。ごめんおつつ、ありがとう。今日はね、いっぱいうちはみんなが持ってきてくれてね、超嬉しかったよ。ため息、いいため息だよこれは。わかの生地が決めすごいあったかいです。これ楽しかった。一番後ろでカホタロウ見えたよ。うちは本当にうちはいっぱい、うちは松山に向けて、うちわがねたくさんあってたくさんあって、で女の子もいっぱい来てくれてて、系列目も多かったし、で何、うちわがとりあえず可愛かった。うちはみんなすごいよ、よくできました。うちは超可愛かったです。うちは嬉しいですね。9列目数えてはないけど、9列目に、でも9列目そんな後ろじゃなかったくない。やっぱ9列目うちじゃないよあれ。それで上の2階にもね結構お茶を見つけましたよ。私もライブ来てください。出て、髪可愛かったよ。今もありがとう。一つポニーテールだったんだけどちょっと痛すぎて。そういえば今日ね、自分のうちを使う日はいつ、使う日はいつ来るのだろう。今日ねメイクさんにね、なんか 10年、あ違う5年、まあ他にもいろいろやってたみたいなんだけど、バスを踏んできた人でね、まあ髪の毛っていうか髪の毛のメイクをするようになってからはその5年経ってる、やってる人がやってくれてる方がいるんですけど、そのメイクさんに今日そのメイクさんにやってもらったんですよ、髪の毛をね。バカーズ、あバカーズ、そうそうバカーズね。でね、私初めてやわって言われたの。え、こんなに髪の毛の量多い子初めてやわって。5年で一番カホが髪の毛多いんだって。やばくないですか。なんかもう本当に髪の毛多くてもう首が痛い。本当に髪の毛多いんだよね、マジだよ。めっちゃ髪の毛多いらしい。髪の毛欲しい方、髪の毛ちょっと薄くなってきたよって方あげる。だってね、ドライヤーで髪の毛乾かすのにね、完璧に乾かすのにね15分は絶対かかるからね。マジ首、ポニーテールするだけでも本当に首が折れるんじゃないかなっていう。さあここでハグ、え何、私は10分じゃ、じゃあカホのが多いね。15分は10分じゃ絶対無理。薄くなりつつ分けてほしい方は本当に分けてあげたい。もう重い、こうなるもんね。うん、ね、本当にこれ結んでると本当肩痛くなる。ちょっと首回させて。痛い、あこれ気持ちいい。うわ、
そう、もう本当にツイン本当にめっちゃ多い。冬はマフラー代わりになりますよ。つむじ見えちゃった。キャッ。そうね、なんだっけな、何の話してたっけ。あ、そうそう、あ、ありがとうございました。今日はあのなんだっけ、あれ、あ、そう、皆さん知ってますか、ご存知でしょうか、ショールームイベントが始まるのをご存知でしょうか。花粉散る。はい、ショールームイベント始まりますね。1位になれば日刊さんの、日刊さんの表紙になれるだとか、いう噂。2位はなんか2位と3位はそのカラーページ1ページみたいな、そう現代、そう現代、そう日刊現代さんです。そうです、日刊現代さんはね、ちょっとあれ忘れちゃったんですけど、米倉涼子さんとか武井美さんとか板野友美さんとか中村アンさんとか、あと誰だったかな、もう数々のすごい方たちだらけが表紙を飾っておるのですよ。っていう噂。エントリー制で、いや強制、強制イベント、いつからイベント、ねいつだったっけ、30だったかな、え、眠そう、よく言われるけど眠くないんだよね。なぜかショールームイベントの SU メンバーたち消極的。いやね、どうしようっていう、カホも目使ってば生きてますよ。二回言う。30だったかな。30の5時からだって。うん、いっそここは優勝してるみたいな。5時配信とかさできる？え、5時配信できない。ショールームのイベントよりカホはね、今公演をね、公演のねダンスを磨きたいんですよ。だから今回はそんなに本気で挑みません。ご祝賀とかありがとうございます。そうそう、しかもね四国メンバー最終日にさ、最終日できないんですよ。だからそう、だからそれもあるっていうのもあるし、89公演、そう、あとは6もあるから、あ、ごめんね、再現じゃん。まあ公演の方が大事です。そうだから、そう本気でやらないかな。無人島送りだったもんね。無人島あったな。
まあでもやらないことはないんですけど、やらないことはないんですけどね。まあこれはどっちを言ってもさ、ひなちゃんありがとうございますお守り投げれば、お守りってあるの？今回タワーもありなんでしょ。え、さっき何の話してたっけ、あれ忘れちゃった。あ、そう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 、どっちにしろ、え、でもみんなもそんな感じなのかな。どっちに、どっちを言ってもこういろいろ反対とかもあるんでしょうけどね。まあ、カホはショールームで、ショールームのおかげで高 STU にねなれたわけだからさ、ショールームイベントやらないのかっていうのもあるのかもしれないですけど、今はカホはダンスに集中したいから、ちょっとショールームは本気ではありません。ひなちゃんはザ・アイドルの子なのよ今日思ったけど、いやー本当だよねそれは思いますよ。今から大学で太鼓を応援します、ありがとうございます。可愛いのありがとう。あ、覚えてる、ひなちゃん嬉しいありがとう、覚えてるよ、ありがとう。なんかすごい。ダンスが瀬戸内は強い。そうだね。セカンドを全力返します。ありがとう。セカンド買ってありがとうございます。公演で成長した方レベルだね。ありがとうございます。でもだんだんね、あの何あれとはペダルとはお友達になれました結構や少女たち、なん STU48 何ペダルとはお友達になって、結構ね、何がお友達になりて、そのなんだろうね、ペダルとはお友達になれたので、ペダルは結構本当にお友達になれたんだよね。サドルとはキャプテン翼ペダルはお友達になりましたもうペダルのこのドン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 って音はもうカホの中に入ってますから、お勉強頑張ってね。かな、有名人からもお友達になれた気がするな。夢力、うん、夢力、いや夢力、いや夢力まだかな。夢力は振りが変わったところはまだちょっとあれなんですけど、自分何6人バージョンがねちょっとお友達になりきれてなかった。一番友達になれてないのは、一番友達になれてないのは、え、でもあの四国、勝手に四国観光大使で言うと、ちょっと待って、
え、どれ待って待って、あ、アッカンベアチ、アッカンベアチはどうだろう。アッカンベアチはね、でも成功したんですよね。チャイラブーだな、チャイラブはちょっとまだお友達になれてない。ふくちゃんの趣味で確かに、うん、そう、お友達になれてないんです。チャイラブ、チャイラブ難しいな。カホが踊ってた2人のユニットはもう超仲良し。フェリーもまだちょっとなりきれてはない。カホがこうその音楽をめっちゃ今から語るけど気にしないでください。その音楽をなんだろう、こう物にできた時に結構いろいろ余裕とか出てくるけど、まだなんか音が、音と仲良くなれてないと顔が引きつったり真顔になったりしちゃうんですよね。第4の故郷松山で公演、第4の故郷、第4の故郷、第3ってなんだろうそう、ととしん体が、そうそうそう、黒髪は友達通り越して家族です。黒髪はえ、でもね、ガホこの黒髪はね、お友達だったんですよ、お友達だったんですけど、ちょっと喧嘩したんけこれ何の話お友達だったんだけどちょっと喧嘩しちゃって、ごめん、お疲れさ、ありがとうございます。シンドバッドは確かに大親友。経緯教えてください。いや、経緯ですか。なんか黒髪、絶滅黒髪少女、あの振り入れの時の振りと、あと歌割りが来た時の歌割りの振りっていうのが違うんですね。で、歌割りの時の振りはまだなんかタイミングとか結構難しいって難しいのかな、まだ体にかん、もう鏡なしで、それこそ本当にね、まだ足りんかな。あ、でも黒髪はね好きだよ、好きなんです、カホは黒髪が黒髪だよね、そう、黒髪が黒髪、黒髪は好きだから、ちょっと早くお友達になりたい。俺は最近白髪ができて、どうしよう、年白髪すごい、年重ね、黒くしちゃえ。今夜お疲れ様です。お疲れ様です。十年桜はね、結構お友達なんだよね。結構仲のいい。3番目ぐらいに仲のいい友達って感じ。十年桜。10年後にまた会おう。この場所で待ってるよ。親友は何曲、親友、1、2、3、親友3曲かな親友3曲、陸上公演21日、お
髪の毛黒でも金沢の、え、かな、え、読めない、3年目の浮気ぐらい多めに見ろよ、え、浮気なんてダラ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 、たくさん友達作りたいです。瀬戸ビンゴやん。瀬戸ビンゴでほのたんと踊ったな。ひなきらおるその態度が気に入らないのよ。赤ちゃん昭和の曲とも友達？いや昭和の曲は好きだよ。でも昭和の曲って難しいんだよね。ダンス難しいらしいよ。友達100人できるかなって、友達100人できるかなってみんな同じこと言ってもるじゃん。何の友達になりたい？うん、そう、なかなかお友達になれないのがフェリーです。ベリー早くお友達になってね、買おうと。昭和の曲はようようよう、あ、 MC で人狼ゲームやったの、あ、そうそう、人狼ゲームあれよく分かんなかった。人狼ゲームカホやったことないからさ、やったことないこともないけど一回はあるけど、今日 MC で人狼ゲームやったんですけど、ちょ、フェリー難しい、カホはねお友達になれない、なかなか。そう、人狼ゲーム MC だったんだけどさ、人狼はあんまやったことないからちょっとよく分かんなかった。いきなり食われて釣れな。ほとんど喋れちゃう、分かんなかったからさ、え、どういうことと思って。あかりさんありがとうございます。え、しかもね、なんか自分が人狼かもって思ったんですよ。なんかね、肩を、全然来てない人も見てない方もいるかもしれないから説明すると、6人で人狼、6人だったかな、6人で人狼をやって、コウコちゃんがそのなんか市民とか人狼とかなんかいろいろ占いとか書いてある紙をカホたちが目つぶってこう後ろね、目つぶって渡してくれて、その間こう目つぶったまま、私はこれをコウコちゃんからもらいましたってこうファンの人にこう見せて、やる、そう、それ人狼ゲームだったんですけど、人狼の人が、ま、人狼をもらった人はあのコウコちゃんから肩をトントンってされるらしいんだって。で、まあ、その人狼は自分が人狼だってことを周りの人にバレちゃいけないから、まあ、必死で嘘つくんだけど、人狼じゃないよ私とか、そういう風になんか言う、やるんですけど、なんかトントンってされた気がして、あれちょっと、え、人狼だったかなと思って、なんか肩トントンってされたっけなって思って、ちょっとなんか、え、どうだったかなってなんかいろいろ考えてたら一言も喋ってなかった。そしたらなんか勝手にメンバーにあの
喋ってなかったから人狼だって思われて一発負けだったちょっと難い、わかんない人には難しいかもしれない本当に後ろから肩をトントンってされた気がしたんですよ。でも目つぶっててそのトントンってされたら、あ、自分は人狼だなってこうで必死に嘘つかないといけないんですけど、トントンってされた気がして、あれ、どっちだったっけってなってたら、なんか本当にあのお前は人狼だろってみんなから言われて一発負けになったそう、わかんない、知らない人には難しいお話でしたね。こっちになります。茶髪かわいい、嘘、結構染めたんだけどな黒に。また走りが反応してそうでしょ。あったらハート、よくありがとう。そうだったんですよ。そう、自分人狼だったかなって、何をみんな言ってどういうことっていう、わかんないと難しいよね。でも片思いの入り口生で見たかった。片思いのユニットでね、片思いの入り口がね一番難しいんだって。確かに難しかったです。次は全員の肩を叩くとドッキリ企画だ。悩んでたら壊れた。そう、悩んでたら壊れた。そう、今日初めて片思いの入り口披露させていただいたんですけど、あんな難しいの、のんちゃんはすごいなって思いました。そう、ユニットの中で一番難しいらしい片思いの入り口が。何も見せばなく大丈夫、それなカータル、こんばん、こんばんみー。もう新幹線で帰ってます。あ、ありがとうございました、こうちゃんたる。今日は楽しかった。次会えるのは1月6日かな。その名前、その時の前も回遊ねにされたい。まーちゃん、まーちゃんありがとう。喋るなって言われてて、そう、喋るな、喋ったらいけないらしいから一発負けの人は。あの片足で飛ぶとことかマイク持ち替えとかまで、そう、マイクの持ち替えはね、マイク、確かに難しいかも。あの日の時に入学式デジブみたいな桜の木、切な切なく遠く、あの日の、あの日のときめ、入学式デジブみたいな桜の木。でもマイクの持ち替えはね、本当にね、シームセンス。でもね、マイクの持ち替えはね、君僕がめっちゃ難しいけど楽しい、できたらめっちゃ楽しい。取り調べて無理やり、ファミリー劇場で見てカフちゃんが書いてて、本当ありがとう。ブスじゃなかったつうか自撮りはねめっちゃもうまいんだけどさ、たどりはブスなんです。ダンス配信で実力見せたれ。やだ、そんなできない弱気なんか色っぽいですね。ありがとう。君僕を、君僕のマイクがめっちゃ難しいんだ。自撮り超プロだよ。あの、あれ角度が大事ですよ、角度。
加工はね、加工はそんなしてない、そんなあの勝手になるやつはあるけど、加工する 目をこうやって大きくしたりとか、勝手になるやつはあるけど、たどりは、自撮りは超うまいんですよ。みんなは自撮りで騙される。恋をするとすぐにわかる、いつも上の空で、ゆすると携帯ばかりずっと見ているか、見ているからね。カプテルスに好き、この歌またかよ。おいらは自撮りで騙されたんだ。でも自撮りはあれだよ、メールでしか送らないからね。愛媛は第二の故郷、川原公園。何のカメラぶつかってるの。え、いろいろ使ってるな。何使ってるかな。フーディーだったっけ。本当、ズミさんありがとう。ハクロ可愛いね。ありがとうございます。そう、自撮りの方が可愛いよ、ショールームより。本物は、本物は可愛くないからな。自撮りは可愛いよ。自撮りテクを教えて差し上げます。なんか最近変わったら大人の魅力になりそうです。本当、本当。大人の魅力。タルン。奪ったるんじゃなくて奪ったるん。預金してる時は可愛かったけど、買った。奪ったるん、奪ったるん。物が可愛いさ。曲8は必要なの。自撮りました。自撮り上手だよ。現代頑張ります。頑張ってください。え、あ、頑張ってください。現代、何何か、日韓現代は参加するはしますけど、本気ではないですね今回は。こんばんは、パンケーキさん。今も可愛いの？間違いですか。今日はあれですか、広島にいるんですか。もう帰った。奪ったる、あなたのハート奪ったるん。嫌でしょそんなアイドル。四国公園あるからね、かわいい。ありがとう。明日宮島で、あ、いいですね宮島。ハート奪ったるん。おかえり。たく、ありがとうございます。今日からの奪ったるん。手紙読む。宿命の初見の皆さん、ルームフォローしてってくださいね。やすさんこんばんは。見事に前、マスケンさんこんばんたる。ルンルン気分わかります？
ルンルン気分？わかります？わかりません。カツスタポーイ。課外活動松山公園三つ行くんで、すごい、ありがとうございます。静かな可愛さ本当？これから今日の感想手紙にかけ、お、ありがとう、手紙読みます。セクシーなの披露して反応見てね。ティンのルンちゃんの自己紹介のもう一回楽しそう新曲のさ分かります。ああ見に来てよかった。9801人と昔の PC のような数字、何9801人ってどういうこと。靴下投げた見た、見ちゃった。かおちゃんのさ靴下ちょっと洗濯機に入れてくる靴下ちょっと待ってて。PC 急、何どういうこと。あやばい、崩れない崩した脱いじゃった。キュウです。昆虫に入ってた崩れないの違うよ。後ろにあるのは何、あ、可愛いでしょこれ。靴下ちゃんに靴下ちゃんに配信中、急に熱くなったんだもん。靴下っぽいじわるんだけど、自分でもちょっと見なかったことにしといてください。たまにありません、靴下が鬱陶しい時。何メートル朗報なのわけ、何メートル飛ばしたのか、結構飛んだ。こんばんは。23日幕張で会えるの楽しみしてる。あ、嬉しい、ズジンありがとう。ちょっとポーイってしたくなっちゃった。クズジタポーイ、クズジタポーイ、ちょっとやめてください。着替える今来た。靴下っぽいちょっと忘れて、脱ぎたくなったんだもん、だってちょっと暑かったから。ハート100ありがとうございます。なんか足皮むけてる、痛そう。絶対みんなもやってるでしょ、でも。いいえね。今日すぐ見つけてくれて、ね、見つけましたよ。当たり前じゃないんですか。スルーしたっぽ。絶対やってるわ。やらないよ、絶対嘘。スッポーイとかってやってるでしょ、絶対みんな。絶対やらないってことはない。靴下も投げるし、靴も投げる。そう、今日靴ほんまにあれやばかった。思いっきりパーンって蹴ったら上にポーンって靴が飛んだんですよ。本当に靴下はすぐ脱ぐけどポイはしないぞ。あ、ポイはしない、やらないよ、そんな下品なこと。ごめんね。あとで拾うの大変だし。12月6日も行くからまた見つけてね。はい、見つけます、もちろん。あっきさんこんばんは。今のその口の中それでし、あ、これ
いや、これは今日はポニーテール、ちょっと巻いてたけど、巻いてポニーテールしてた。巻いてるのかな。あ、イベントですか。うーん、イベント本気でやらないかな。イベント、うーん、てかイベントどう、イベントね、イベントか、うーん、寝てないし、初日だけ頑張って様子見。うーん、いや、うーん、そうダンスだよね。そう、そうショールーム選抜の時ってさ、そう朝からさ、朝の5時に起きてもずーっと配信してたじゃん。そういうのはやらない。朝の5時から起きてずーっとつけっぱなしで夜の12時までやってっていうのはやらないです。やんなくていいよ。うん、あれもうあの時も本当にカホもやばかったからね。あれは本当にやばかった。あれはもう本当に鬼です。まあダンスの練習中ずっと配信とかはするかもしんないけど、うん、うん、今まで通りって感じかな。まあまあまあ、できる、何もしてない時もありますからね。ダンスの練習を丸一日やってるわけじゃないんで、まあその時間何にもしてないこう時間帯はショールームつけたりするかもしれません。ずいぶんモンスターにお世話になりました。ノエマのダンスきつかったけど好き。カホはダンス見たいからいいね。まあ了解、久々に投げに来ありがとうございます。って感じかな。やば、首いた。チキってすごい。ノーウェーマンは完璧。ノーウェーマン、ノーウェーマン、ノーウェーマンサビ踊れるよ。サビはできる。今日はしっかりマッサージするようにねって。お眠たい。そうそう、確かになんかちょっと 目がこうしばしばしてきたんで、ちょっとそろそろ終わりますね。確かに目がしばしばしてきた。サビはやったかな。ノーエマ、でもあれは難易度マックスだからね、そう簡単にはいけませんよ。ノエマン昨日京都テレビでね、カホもね、ノエマンめっちゃ好き、好きは好きなんだよ。うん、配信お疲れ様でした。うん、目が眠くなってきた。本当だ、
お風呂入って寝よ。じゃあ皆様よかったら初見の方ルームフォローしてってください。じゃあちょっと終わりますね。ちょランキング、13位青森からさん、12位カゼエンタル、11位スマホが1万さん、10位ファーユーさん、9位アクアさん、8位タカボー、7位ケンちゃん、6位レオンさん、5位マモちゃん、4位ナカタル、3位イワタル、2位ブーちゃん、1位ツネタル。ありがとうございます。初めての公演、かっこいい曲って難しい、ダンスもいいけど笑顔で踊ってるのが好きだな。あいいですよね、アイドル曲も可愛いとは思います。来てくださった皆様ありがとうございました。楽しかったです、公演なんだかんだ楽しかったですよ。こうやって日曜日楽しかった、ありがとう、ありがとうございます。ぶーちゃんフレックスタロステルケンちゃん、おやすみマーボーありがとう。高野さんおっしゃる、ベニトさんおっしゃる、ベニトくんありがとう。じゃあおやすみ、よかったらルームフォローお願いします。うちはみんな見せてくれてありがとう。バイバーイ。3。あ、そうだ、七並べできる。今日は、まあまあまあ、ちょっと、お風呂洗って、明日からいっぱいするね、七並べ。おやすみ。3、2、1。バイバーイ。お伝る。